皆さんこんにちは私は2011年福島原発事故当時日本の総理を務めていました菅直人でございます今回ヘレン・カルディコとファンデーション主催の皆さんのシンポジウムにお招きをいただきましたが直接出席することが叶いませんでしたのでこのビデオで 当時のことを含めてメッセージとしてお伝えしたいとこのように思っておりますあの2011年3月11日の福島原発事故これはまず大きく言って2つの原因で起きた原発事故でありました一つは言うまでもありません我が国にににおいても歴史的に稀に見る大きな 地震と津波、それによって福島第一原発のすべての電源が喪失をするそれが第一の原因でありますしかし実はもう一つ大きな原因がありましたそれはこうした全電源喪失あるいはこのような大きな津波ということを全く想定していなかったそしてそれに備えての 準備ハードの面においてもソフトの面においても一切そうしたことに備えをしていなかったといういわば人為的な原因この2つの原因によって大きな事故となりました3月11日当日にすでに1号機は夜には 地震発生後8時間程度のにはメルトダウンしメルトスルーをして格納容器の底に溶けた核燃料がたまった状態になりましたまた翌日にはその1号炉が水素爆発を起こしましたこういう形で1号炉2号炉3号炉が 水素爆発さらにはミルトダウン4号炉においても水素爆発が発生したわけでありますこの福島第一原発には6基の原発と使用済み燃料を入れた7個の使用済み燃料プールがありましたまた第一サイトから12キロ程度離れたところに第二サイトがありまして そちらには原発が4基使用済み燃料プールが同じく4個存在しておりました一時期これらの原発さらには使用済み燃料プールがコントロール不能という状態になりかけたことがあります特に3月15日 午前3時ごろ東電が関係者を撤退させたい避難させたいという申し出が経産大臣を通して私にありましたもし東電関係者が撤退をすればそれらの原子炉を東電関係者に代わってコントロールするということは ほとんど不可能になっていたでしょう私は大変な危険が伴う作業であることは十分理解をしておりましたけれどもここは命の危険があっても何としてもとどまって原発の事故対応にあたってほしいそういうことを強く 当然関係者にも申しし上げ、ま、えー、まっていただきました。そして3月16日から、えー、自衛隊による放水の空からの使用済み燃料プールに対する放水の準備17日にはその1回目の水の投下、まあ、こういう形で、えー、原発事故に対して 対応を進めてままいりましたその中で最悪のシナリオというものを私自身さらには専門家にも検討してもらいました先ほど申し上げたように福島第一第二原発を合わせると10の原発と11の使用済み燃料プールがありますこれらが全て コントロール不能になってそれらがメルトダウンしそして放射性物質を大気中や海水中に放出した時にどれだけの量の放射性物質が外に出ていくのかチェルノブイリの事故がこれまでの事故では最も大きかったわけですがチェルノブイリ事故は1機の原発事故でありました。 それに比べて、えー、実機の原発が、さらには使用済み燃料プールがコントロール不能になったときには、えー、極めて広範囲な地域からの避難が必要になる、このように私自身考えておりました。我が国の原子力委員長であった専門家の近藤委員長から、最悪の場合は、 半径250キロ圏において、えー、避難が必要になるそしてその状態は10年単位10年とか20年とか30年単位で、えー、避難があ必要になる可能性がある、まあ、こういう指摘も当時いただきました、えー、この250キロ圏の中には東京を含む首都圏も含まれておりまして、えー その中に住んでいる我が国の国民は約5,000万人人口の半分近くに達しますもしこの地域から5,000万人の人々が家を捨てあるいは職場を離れ学校を離れあるいは入院している人たちは病院を離れて避難しなければならないそういう状態になっていればその避難の過程でも 多くの犠牲者が出たでありましょうし、その後の日本は、国としての機能を長期間にわたって十分果たせない、まさにそういう極めて重大な最悪のシナリオが、紙一重の状態にあったわけであります。結果としては、そこまでの拡大に至らない段階で、 水を原子炉の中に注入して拡大をとどめることができたわけでありますけれどもそれはうまく操作ができたというだけではなくてまさに神のご加護があったとこのように考えておりますこの過程の中で明らかになったのはまず我が国におけるそれまでの原子力政策において例えば 津波に備えて高台に予備の電源を置くといったようなハードの準備もなかったまた本来原発事故の対応の中心になるべき官僚組織当時は経産省の中にある原子力安全保安院がその役目を担っておりましたしかしこの原子力安全保安院のトップは原子力の専門家ではありませんでした つまりは法律を作るあるいは経済的な政策判断をすることの専門家ではありましたけれども事故に対ししてて備えたた。人員配置は全くでできておりませんでしたそういったハード面ソフト面における備えのなさが今回の事故をより大きな事故にしてしまったとこのように見ているところであります。 私はこのような原発事故を体験した上でこれからの我が国あるいは世界のエネルギー政策の中で原子力発電所とどう向き合うべきか考えましたそして私の出した結論は最も安全な原子力発電所というのは原子力発電所を持たないことだつまりは 原発ゼロを実現することこそ最も安全な原子力政策あるいはエネルギー政策だとこのように確信をいたしましたそれは言うまでもありません国土の半分近く人口の半分近くが避難を余儀なくされるような大きなリスクを防ぐそうしたことを考えるととても技術的に解決できる問題ではない さらでありますにもっと本質的に言えば核を人類が操作をして生み出したものの中に原子力爆弾いわゆる核兵器と原発原子力発電所があるわけですけれどもこのいずれも人間の存在と共存をすることが極めて難しい技術であり存在であると。 このように確信したからであります。そしてこれからのエネルギー政策を考えるときに、えー、我々地球上に住む人類、あるいは全ての生物は、約45億年の間、太陽と共存をしてまいりました。そしてその太陽が地球上におけるほとんどのエネルギーをこれまで供給してくれていました。私は、 これからの地球、そして日本のエネルギー政策は、再生可能な自然エネルギーを拡大して、最終的には原発も使わない。さらには化石燃料も必要としない。風力や太陽やバイオマス。そういった再生可能な自然エネルギーで、全てのエネルギーを、必要なエネルギーを実現する。 これが目指すべき方向だとこのように考えております。我が国において、えー、事故発生の後フィードインタリフ固定価格買取制度を導入して、えー、現在、えー、再生可能エネルギーが特に太陽光風力が爆発的に、えー、普及が始まっております。また一方で、えー 原子力発電所の問題は事故だけが怖いわけではありません、えー、原発を稼働させれば必ず使用済み、えー、核燃料いわゆる核廃棄物が生まれますこの処理はまだ安全な処理方法は世界で定まっておりません特に我が国のように地震の最も世界で多い、えー 地域において安全に長期間核廃棄物を保管することはほとんど不可能でありますさらには原子力が最も安いエネルギー源だとされてきたこの考え方が根本から覆りつつありますもちろんシェールガスといった新たなエネルギー源もありますけれどももともと再処理 あるるいいは廃棄物そういうものの処理を考えると原発は決して <laughs> 安いエネルギーではないということが誰の目にも明らかになってまいりました世界においても私は経済ベースで成り立つ原発は今後も存在できない存在しないだろうとこのように予測いたしておりますまだ我が国では原発は安いんだ 原発がないと日本経済が順調に進まないんだとこのように考えている専門家やあるいは政治家もまだまだおりますけれどもしかしそうした考え方が間違っているということがこれからよりはっきりとしてくるとこのように考えておりますそういった意味でこの原子力発電というものは あくまで過渡的な一時的なエネルギーとしてこの地球上に存在したしかしもう次の世紀には存在をしていないまたそうなるべき技術だとこのように考えているところであります、まあ、今日お集まりの皆さんの中でいろいろな議論がなされると思いますけれども我が国の福島原発事故まさに 地震、津波といった原因と同時にヒューマンエラー人間が備えを怠ったというそういったことがもう一つの要因であったということもぜひご理解をいただいてこれからのエネルギー政策の判断の中で参考にしていただければありがたいこのように考えております。 今日は残念ながら、ニューヨークに訪れることはできませんでしたが、このビデオのメッセージで、私の体験、あるいは考え方をお伝えをさせていただきました。皆さんにお聞ききをいいただまましてありがとうございます